御嶽神社は、埼玉県久喜市南一丁目457に所在する神社である。久喜地区での御嶽神社は、1887年に南埼玉郡久喜本町に祀られたのが始まりであり、大和久喜神寺新町の御嶽神社は1894年より、現在地に祀られるようになった。この御嶽神社は、あたご神社の境会社となっている。 行事として初山参りが、毎年7月1日に行われている。初山参りとは、子供の無病息災を祈る行事であり、前年の初山以後に生まれた子供を、男女の別なく連れて行き、お参りをするというものである。初山参りは、この御嶽神社のほか、札手市の浅間神社でも行われており、そちらに参拝しに行くこともある。 経団施設として本殿に相当する、小山、小山に植樹されている木々、鳥居、御嶽山遊園、滑り台、ベンチ、ブランコ、ジャングルジム、新二階館、心差し二山車庫、桜の木、御嶽神社と掘られた石碑、御嶽山遊園地拡張記念と掘られた石碑、御嶽山建築基礎連盟表と彫られた石碑、御嶽と掘られた石碑、御神社造設式地基符連盟と掘られた石碑、 一護神大権限と掘られた石碑、先達と掘られた石碑、九鬼町第一第二高知生歴年碑と掘られた石碑などである。ありがとうございます。